けんさんです。あんかけうどん作ります。まずとろみ作っていきます。醤油入れて、砂糖ですね。砂糖入れます。今度はちょっと、ふんわりした卵を作ります。卵を入れます。卵を一回戻します。うどんを入れます。このうどんに でうどんにとろみを絡ませます。うどんにとろみを絡ませました。で、ここに卵をかけます。はい、これで、とろみうどんの完成です。とろみうどんできました。食べていきます。おいしいです。